提出するにしろ時間差があるんですね。正解しました。はい。どこですか。ここで止まったんだ。さっきの一回止まったみたいですよ。あ、もう覚えてる。鳥のもつってなんですか。鳥の馬のもつ食えるんですか。食えないな。俺はもうそれは、だからなんかね、よくね、下が読めないな。ね、人間の。動かないですか。もう、もうね、なんか、キラーカミなんだよね。ああ、そうですね。ね、よく知って、キラーカミ知ってんの？いや、ないですけど、モンゴリアンチョップですよね。うん、機会があれば出したかったんですよ。上になることがあれば、僕はモンゴリアンチョップ出したかった。ああ、もう、ね、もう、この辺だと、キラーカミ選手が、選手っていう、もう、しょっちゅうこの辺、自転車で走ってますから。そうなんですか。ああ、近いんですね。はい。どっか入ってもいつもいるんですよ。へえ。そうそうそう。お酒いっぱい飲む人ですよね。うん、まあ、一回、あの、カラオケに入ったことあるんで、歌がうまいでしょ。うん、そうそうそう、うん、キラーカーのお店、キラーカーのお店みたいなのが柏にあって、それは行った時あるんですよね。そんなあったんだ。なんか日本酒しか飲めない、まあ、でもキラーカーのお店もこっちにあって、よし、あの歌舞伎町に戻ってまた移転するんですよ。あるんですね。うん、そうそうそう、そう、そうね。最近はいろんな海外行ってるじゃないですか、うん、なんか一番モンゴルってダメだったんですか。じゃあ、いや、あのね、でもね、俺はでもいろんな海外行ったけど、はい、待遇はやっぱり一番だったよ。そうですね。やっぱり日本食を食えると大きいんですよ。だから、やっぱりみんな、よく俺、今回行くときに、一応日本食のカレーとか、はい、カップヌードル持ってた方がいいよって話したんだけど、はい、やっぱり海外行ったときに、どうしても日本食が食えないから、はい、体の調整がしにくいっていうのがあって、まあそういう意味では、常に日本食を食えたことが、すごく、みんなフラストレーションにならなかった。ならなかったっすね。本当に食事もホテルで。で、やっぱり、だから全然そこが、やっぱり国によって日本食ないところもあるし、通常は、あの、大体ホテルのビュッフェが3食ついてるんですよ、はい。それを食べなさいっていうことが多いので、はい、まあそうすると日本料理ないとかがあるので、はい、そういう意味ではすごく巡られたと思ったですね、本当に。ベストコンディションですね。ね、まあまあ美味しいし。下石選手はマムシを持参してましたよ。あ、本当。試合前にやっぱマムシを食って挑むっていう、やっぱ強度が違うなと思って。マムシ食ってましたよ。変な帽子かぶってたしな。いやいや、ひどい。まあでも、うん、そういう意味では、うん、マムシね、あのその辺はどうしても、なんていうかな、あの見えない人ですよ、海外は。そうですね、言いますよね、うん、やっぱり行った時に日本食はどっかねえかなとかいう、ここであれも減量のサウナもないとかいうところありますもんね、うん、でも今回用意していただいて全部良かった。だからそういうのもね、やっぱりなかなか、やっぱりあとまあどうしても僕らだけが主導権でやってないから、海外は、はい、やっぱりなんていうのかな、あのいい加減なこととかもやっぱ多いし、はい、うん、やっぱよく大会の次の日の朝にみんな帰らされるんで、あ、本当にほとんどそうなんですよ、みんな。でそれまた難しくて、はい、もう終わって帰りたいっていう人もいるし、はいはい、だからあれやってるっていうのに観光ができるってほぼないね。毎日の僕がオーストラリアみんなで行った時には、はい、わざと1日オフを作っていただいて、あの動物園見に行ったことあるんですけど、でその帰りに財布を盗まれてあってね、うん、そうそう、まあ、そういう意味ではちょっとまあ、うん、でまあ不思議なもんで、ああいう異国のところで日本人が集まると、はい、なんか集団意識が芽生えるっていうか、でしかも、うん、普段は敵同士じゃないですか、変な話、ジムで、うんうん、それが日本の他のチームが一つになって、うん、相手の国にやるっていう、そうそう、一体感がすごかったです。いや、だからそれはお前は分かんないかもしれないけど、はい、もう7年前ぐらいにあの M1 チャレンジってやってきて、ああ、それですか。そうそう、 M1 チャレンジはまさにそれで、やっぱり5人のチームで、1チームで1年間リーグ戦、要するに総当たりやって、一番点数いいのが準決勝に上がってっていうのがあってよ、それを2年間、まあ、やってて、僕東京に見に行きましたよ、水野さんが出て。あ、ここだね、あの青木真也さんとヒョードルが、あれはディマね、あ、ディマね、それ見ました、それ。あれはだから日本大会の時に
ワンマッチで組まなあかんというので、中西と水野やったんですよ。あで中西一発当てたんだけど、水野が、だから今思えばすごい簡単。あれすごかったですよ。もう一番、その時頑張ってお金出してVIP席取って、兵頭にサインもらったんですよ。それどっちだし、2回目の。あの、D-1 の時ですよね。ああ、それで D-1 の時が、あの、あまりにも近いといけないもんだから、どうするって話になって、あの、なんていうの、なんかしないと、だから兵頭さんにエキシビションをお願いして、で、まあ、青木と一緒にやりましょうっていう。赤い道着着て、十字着て、アキレス腱の流れだったんですね。で、まあまあ、よかったんだけど、まあ、あれがね、すごかったのは、あの、あの日、3000以上か4000以上買うと、兵頭の握手ができるっていうのが。そうそう、ありました、ありました。で、お客さんも、やっぱりそこまで満タンじゃないんですよ。で、あれ、思ったけど、外人ぐらいなんでしょ。外人ぐらいです。もう6カ国ぐらい外人なんですよ、だから、やっぱり誰もわかんないな、来ないじゃん、みんな。あ、なるほど、はい、でも今思えばあの M1 出た選手でいっぱい USC 行ったりしんだ。そうなんですね。もう有名だっていくらでもいる。これ日本の人ですけど負けてたっすよね、あの時も。でも日本の選手も今思えばみんなトップ5になってた、みんな、ね、みんなその後トップになったやつばっかりなんで、まあまあギャラも決まってた。ギャラもいくらの中で本人出すんで、勝負をかける時は誰か高いやつ使って、 あと安くするとか。すごかったですね、見てる方も面白かったですね、で、そう、でもそれが伝わりにくい。本当のトップライターがやってないじゃん、でも国別で、だからちょっとなんていうの、日本人は日本人でそういう意識になるし、っていうのをやってたけど、まあでもディファンの時は、もう見たことないぐらいグッズ売れてる。何が起きたの会場に人がいないのに、バイトに一緒みたいな。もうその時バイトやってたんやけど、もう何でもいいんですよ。買うものがないらしいよ。もう買いましたね、握手しましょう。そう、だからないから、もう何でもいいよ、そうね、うちで見たことぐらい売れたから。今日でも握手だけど、こんなにすげえんだと思った。まあ、本当に全盛期ですかねっていう。すげえなと思いましたね、あの時は。まあだから、ああいう、まあ今なんかも本当に世界各地回って、やっぱ最後の方は2チーム、もうちょっと予定が決まっちゃって、5人5人の2チーム引き連れて、オランダに乗り込んで、その勝率によっては準決勝進むようにやってたんで、それすごいですよね、あれ。すごくすごいですね、面白かったです。だからそういうのをなんか、なんていうの、やってる本人で参加してる人は分かるんですけど、それを伝える術がなかなかないんで、まあでも本当に調べてもらうけど、今本当に多いと思いますよ、トップファイターになってるのは。そうです。だって韓国だってイムヒョンギとかもね、それからそこら辺も強かったし、これからだから、さっき、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、モンゴルの人が出てくるかもしれないですね。いや全然、なんていうのかな、まあ、イケドミスの USC ファイターまだ誰も出てないんで、なんか USC ファイターにをなんていうのかな、それを駆け足していったらいいですよ。ところでイコール一度にやられるところだから、そこで。いやいやいや、それはでも頑張って、ね、僕も頑張りますけど、リベンジしたね。だからそういう意味では、なんか、そういう気持ちになってるね、実際に。なんか、どの階級もね、強そうなのいるしね、実際ね。まあ、まあ、韓国人のことですけど、気持ちも強いし、フィジカルも強いですもんね。で、ナラントンと最後喋ったじゃん。で、ナラントンのチームも、まだチャンピオンいるんだよね。何人か、だからまだまだ結構強いの、いるらしい。まだ今回出てない強い人も隠し持ってるんですね。そう、暑いんですね。そう、ちょっとね、怖いけどね。すごいですね。まあ、そんな話はいいんだけど、まあ、たまにはお前の話を聞かないとね。何の話を。あの、趣味は何。趣味、はい、趣味はないですよ、格闘技が趣味なんで。音楽どこどこ。いやいや、全然、うん、やめてください、本当に。そっかそっか、はい、これ下に行かないんですね、やっぱり。いや、これでも一個とこだからね、実際に。あ、そうですか。モンゴルで体調崩した選手もいそうって。まあ、そんなことなかったね。なかったですね。大輔がその KO だと、そのまま病院連れてかれて、ね、帰ってきて、次の日、もう一回どうしようと思ったら、もう次の日馬乗ってたね。ああ、確かに。普通に本当に、中村さん、プロレスラーじゃないですか。まあ、不本意さではないけどね。でも、本当プロレスの話ですよね。いや、でも気持ち悪くて、低体温症とかになったんじゃないですか、実際。でも、あれは、多分、冷やすすぎたんです。
だから気持ち悪いとかなったら、チーム普通にあのバスに乗ってたから大丈夫だったら、もう普通にあれ、あれ酒飲んだんじゃん。まあなんか一番楽しいんだもんな。でも長野さんちょっと腹壊しちゃった。食い込む、さらなる食い込みですけどね。だからそろそろ後楽園ゲージの話も聞かせてほしいなと思って、うん。そうですね。そう、そうだね。うちからあのジャイアンも出るって、ランボーも多分初めて出るんで。そうだね。まああの、まあその前にね、その中もありますよね。その前に今週名古屋、名古屋、はい、があって、斉藤君陽選手とかも出るし、はいはいはい、笹川 GP 選手とか、はいはいはい、ね、あとね、騎馬の、久保田選手、今強いんで、はい、すごい、はい、もうだから6連勝かね、はい、で、まあ、名古屋に東京、名古屋の人間が東京にどう介入してたっていう、はいはい、でその後大阪ですか、次は大阪だね、大阪が、大阪もすごいですね。そうですね、大阪もこれモンキーと井上選手がね、すごいっすね、杉村選手試合あって、はい、ウェルター級の1回戦もありますしね。でまあ今度その後が後楽園でね、はい、まあ正直な話ってね、大阪のスケジュール、そうすげえです、後楽園すげえスケジュール。でそれでやっぱり今も言ったらね、刑事の手伝いの人とか、あ、僕はございます、ね、やっぱりね、もうすごいビビってるんですよ、はい、もう刑事のことで高齢圏のスケジュール、はい、時間が間に合うのか、バランスではどうなのかっていうことで、もうすごい慎重になってる。やっぱり前もね、3年半前にどんだけ大変なのか分かったんで、はい、やっぱりそれを分かりながら、はい、次どう対応するかっていうのがあるんで、うん、でまして前回のシュートが、はい、ちょっと大変だったって聞いたんで、はい、ちょっとビビってますよね。僕、人は頑張って集めますんで、宣伝して、ね、ちょっと、はい、ね、誰か選手関係者で刑事手伝ってもいいなっていう人がいるわ、連絡いただきます、はい、あの帰りのバラしてもいいんですけどね、はい、実際には中尾選手、チャンプ選手、そう、中尾君メールありましたよ、あのキートですね、キートで、はい、曽根選手ってこの間土屋選手に勝った、あれ強かったですけどね、に、はい、勝ちましたね、まあ、岸本選手も、あ、そうですね、勝ったし、はい、うん、みんなすごいっすね、で浜崎選手もね、防衛してたし、そうで、そうで上坂も、ね、溶接してたんで、結構いい感じだと思ったら、うちがダメだったんで、最後見せたんですけどね、うん、そう、まあ、ちょうど何でも、刑事も、後楽園の前に1週間に大阪なんで、まあ、それを含めて、もう一回ちょっと、何でもな、気持ちを何でも、ね、まあ、平日なんですよね、なかなか。オープニングファイトの1試合で、はい、あと8試合しかないんで、6時半から6時半から、はい、8試合しかないんで、まあ、本当に攻撃としては理想像のコンパクトなんで、ね、まあ、今の時代 ね、 そうですね、やっぱり長いのが当たり前になってるんで、はい、今回コンパクトなんで、何時間ぐらい終わるんですか。まあでもね、あんまりね、あれだと難しい話だけど、はい、皆さん早く来れないから、はい、レースなんで、はい、トントントンって行き過ぎても困っちゃうし、はいはい、うん、9時半によって終わりで、9時半終わりで、はい、面白いです、うまく調整します、で面白いですね、もうなんか僕ツイッターやってるんですけど、ね、今回ディープのカード本気だとかみんなすごい評判いいですね、うん、もうだってもう試合中で第一試合が今なんですかね、あ、そうですね、まさかの隣の負けないんでお前もう第一試合が行けと、でやっぱり新田選手も宮古島に住んでて、はい、こんなチャンスないんで、はい、で彼すんげえ前に出てくるんで、ね、第一試合がありますからね、でまあ本当にね、ジャイアン選手、まあ、ランボーさんの相手も沖縄の人ですね、そう、ね、強いですよ、はい、みんな強い、うん、ちょうど聞いたら、ちょうど聞いたら、VTJ の沖縄大会で、あ、佐藤選手ベタ褒めしてましたよ、で、なんていうの、強さの選手やってんだよね、確か、誰かと、あ、なんかの、はいはい、うん、クロスター君と、アスタケ君と、うん、そう、だから、この辺チャンピオンだったんで、そう、そうですね、一階級上だったんですけど、はい、やってますね、うんうん、で、あとね、やっぱり門脇選手は、ね、久しぶりですかね、おまだ生きてたかっていうもの、すごいですね、門脇スペシャルって有名ですからね、うん、まあ、大村選手も今、ね、うちでは5連勝中で、はい、この間中国もね、いい経験するようになるんで、で、思ったらもういきなりね、トーナメントの注目のね、はい、奥野君と桜井優太の三橋のね、試合があって、絶対激しくなりますもんね、これ、はい、絶対、まああとはね、本当に長谷川圭選手、はい、これもすごい強さをして、ああ、ね、で、ね、中西選手とやって、そう慶応勝ちして、で、初参戦の佐藤陽一郎選手、だから佐藤陽一郎選手はすごい成績見たらいいね、昔シュートでかなり
いや、その後パンクラスとかで6連勝5連勝してた、すごいよ、うん、ずっといますよね、うん、いや、でもなんか裏情報だと全然長谷川いけんじゃないっていう、あ、まあ、うん、ほとんど負けてないですもんね、長谷川選手に対しては、え、佐藤選手いけるか、佐藤選手が勝つってなってますか、うん、僕同じ年齢なんで頑張ってほしいですけどね、長谷川選手。でもまあ、でも本当に今長谷川健も本当に今数少ない中で世界で戦えるファイターとしては本当勝負なんでね。で一方ね、その大阪ではやっぱり裕太君が、あ、そうですね、元チャンピオンで杉村選手とやってっていうね、すごいですね。これ決勝戦ですよね、これ。え、そうですね、小島選手と関里選手がね、まあ全6月のね大会も、まあ誰もがまさか関里選手が勝つと思わなかった。知らないですよ、間違いです、知らない、知らないでしょ、若いですよね、まだ20、まだ20ぐらいですよ。すごいですよね、うん、いやだから、まあまあこれ裏話をすると、もともとは村本君だったんですよ。はい、村本、まあこれ言っちゃってんか、村本君が DX 終わった後に、はい、あの回収下げてやんないって、これが強かった、あのそうライブの、はい、そうやんないって言う、まあ相手も本当すごい良いあるからね、鼻ありますよね、そうそう、だからやりますってなって、はい、持ち方をやって足折られちゃったんですよ。練習中ですか？そうです。その持ってからやんないっていう。すごいっすね。頼むわってやらしちゃって。で、出れなくて。で、たまたままた別でシュートの選手と、いろいろとやり取りをしてたら、はい、それがちょっとダメになって、はい、どうしようかなと。で、もともとストロー級っていう階級を作った時に、はい、一番最初にやったのは関西なんですよ。試合を。はい、あの、名古屋で。はい、で、まあ、その頃まで19とかで、とにかくアグレッシュな、この間もベストバージョン近いですよね。そう、アグレッシュですごく強くて、で今あのパンクラスの大阪の難関になってる、誰だったかな、あの52キロの、あの高等やった時もほぼ8割9分かって逆転負けぐらいまで、それから伸びてるんで、まあ関西と行こうかっていう話な、まあ関西でもちょっと1年間ぐらい試合しなかったんで、で関西とも決まって、ね、これどれが何時間なのかな、まだ、うん、そう、みんな関西とか行ったんですよ、一回、これ勝っちゃったらすごいことになりますよね。いやだからみんなが1回戦で関西とか行ってやつだから、はい、他の選手は、はい、収集つかなくてちょっと抽選会行ったんですよ。あ、なるほど。でも俺こういう時こそ関西と危ない、俺も全部タイムの上ですよね。関西とやっちゃうかもっていうのがあったんだよ、はい、あのすごくアグレッシブな、はいはい、やっちゃうんじゃないかと思ったら、やっぱ見る目があるから、落ちてしまう。まあまあ、だから彼のアグレッシブなあの戦いが本当に怖いんですよ。そうですね、うん、ただまあね、そうやって小島選手もね、あのバンカースでね、はい、砂部君とね、ギリギリまで、はい、阿部選手が一歩取りましたね、ここが、最強ですよね、砂部。だからそういう意味ではね、得意技は、まあ、ないです。四股かな、四股パンチですね。二股パンチな。柔術もやってますよ。柔術やってますかって言われたら、うん、やってますよ、柔術も。青帯です。うん、大したことないです。もう俺わかんないの、柔術の青帯とか。まだ気がついて知ってるとみんな黒帯だからさ。僕も、他のとこ出るには黒帯ってやる。嘘、相手ビビるんで黒帯してくるんです。もうなんか、あの、選手で何を言ったら大体苦労してなかったからみんな、まあ、本当ですか、まあ、北岡さんとかそういう青木選手だから大将とか、いやいやとか、あ、みんな苦労、今なんて全部前からずっと苦労だから、で、ね、僕も苦労見てだから苦労が簡単に取れなかった、昔は取れなかったんで、今も多分取れないですよ。あ、そうなんだ、10年以上やらないと。あ、そうなんだ。大抵はへぇ、桜井マッハさんとか特別な人じゃない限りは触れないですよ。青は難しいですよ、まだ白ですスライムで実は俺も柔術習ってた。あ、そうなんですか。はい、3日、はい、3日、はい、3日で本当に3日坊主ですよ、ほんと3日やってやめた。なるほど。でもそれが実際この業界に入るんです。へー。で、そのコネクションがヒクソンとかがあって、そのチームが、うちの旗揚げの時ヒクソンに入るかもしれたんで、充実はでも体重関係なくやってくれるんで、本当に練習になって、もっと盛り上がると思いますよね。いやいや、そうですね、はい、あとはメインですね。もう話戻っちゃうんです。メインってまだ言ってないんですか。あ、メインじゃない、これメインじゃないですか。まあ、はっきり言います、メインですね。え、俺勝手にメインだと思ってた。まあまあね、どう見たってポスターだって、ね、いや、でも結局タイトル戦があるから悩んだよ、実際には。あ、そっか。うん、だけどやっぱりその選手の格だったのを考えちゃったら、まあ、
誰もがまさかこれ DJ と思ってやるとは、ね、最高の目玉だなあの思わないですよね、うん、そうそう、まあそれはもうもうほんと8月の半ばぐらいかいろいろ考えてたのもあるし、うん、それは階級的にはボタン先生が合わせるんですか、そんなこと上げるってことですね、うん、まあまだなんか今後のことはじゃなくてまずは DJ と強い DJ とやってみたいっていうことでお互いが合意した話なんで、DJ 選手もすごいもう、もう話題沸騰じゃないですか、テレビ局で話題沸騰だしな、あのパレスタの連中とも見てるね、よくな、うん、そうですし、でもそんぐらいだと強くなれないんですかね、そんぐらいやっぱ自己持ってないと、うん、まあでも、DJ も去年の高谷戦見てても最後も諦めないじゃん、そうですね、で最後、もう本当に DJ って打ち合っても最後勝つんですよ、勝ちますね、だから高谷君そこを上手くてからちゃんと手を抜いてさ、もうやっぱりそれ分かってると思うんですね、あの男は変なことすごい力ですから、なんか。でもなんかスタイル変わってもなんか回るようになって、くるくるくる。まあそれはまあまあ、でも本当にやるときにやるんですよ。やりますよね。持ってますよね。もう、怪我を勝ち直して決めたりします。まあやっぱり、なんていうのかな、あの、K-1 出たときもね、はい、やっぱりそうだし、あの、SB 出たときもそうだし、実際、はい。やっぱりね、まあ、いろいろとこういう人はあるんだけど、本当に持ってる人間だから、うん、あのそういう意味では、DJ と大将の試合もね、肘ですごかったけど、本当に名勝負、生産期、うん、まあ、ね、いろいろあるんだけど、元谷選手の試合は外れないじゃないですか、そうだから元谷君もやっぱり全盛期すごかって、去年のやっぱり相手の体重オーバーと、今回、自分のことがあって、本当に俺、元谷に関して言うなら、なんていうのかな、失ったのですよ、いろんなの。この間最後、あの4月の件もあって、であんだけやっぱりね、前田義郎だっていろんな人を倒してて、すごく勢い乗ってる時に、まあ、こういう形になって、で今、和田君がね、チャンピオンになって、本来、実は言うと、あれ4月の大会で、元谷君が内陣で勝ったら、あの6月の大会は、元谷って和田だったんですよ。ああ、見たかった。もう内陣したんですよ。で、俺はあちゃってなったんですし、うん、まあ、そういう意味では、まあ今回復帰したんだけど、もちろんフライ級でね、これからまた一個ずつやっていく必要もあるんですけど、はい、やっぱり今までいい相手もいたじゃん、小田君にも、いろんな選手今からやってるみたいな、いっぱい言ってた、でもこれからってもうあんまりいない、確かにで、もう和田君とやるまでの間にどうするっていうことになっちゃうんじゃない、はい、だからそういう意味では、今回この1回契約上で勝負するっていうのは、だってこれ負ければまたフライでやってもいいんだ、はい、確かに、うん、でもやっぱり格闘技の本質で体重違うけど、はい、見てみたいじゃん、絶対見たいです、みんな見たいんですか、格闘家の人もそうですし、普通の一般の人も見たら絶対面白いの、この試合を分かってくれる人は2だよね、本当に2期間、ね、まさかの数でしょ、まさかこれ来るかってことでしょ、みんな驚いてましたよね、うん、みんな見たいんじゃないですか、本当に、うん、だからケージがちゃんとね、作り上がるのがお前次第だよ、チェーズフォーさんとショウさんの試合も面白かったですか、あれはこれもこうなると思うんですよ、ね、あれはでも、すごい、あれもまあまあ、まあ、失礼な話だけど、なんていうのかな、すごかったね、すごかったっすよ、ね、あの気持ちと気持ちぶつかる、でもあのチェイルゴのね、最初ちょっと正直に一発食らってグラってきてからの、あいつでも逆転じゃん、もうね、まあなんていうの、俺もあいつとはいろいろあったけど、すごい選手だね、すごい選手です、ね、同じ控え室だったんですけど、もう帰ったら反省してましたからね、あんなんじゃダメだって、俺は何やってんだって、あのチェイルゴがだっていつも休んでるもんな、ね、気がしてもか、それはダメだろ、つまり、まあ、うちはそのダメだじゃなくて試合がダメだ、よくの試合そうです、ね、タイトルマッチを怖くて組めないの、来なかったらどうしようのか、最後まで組めない、だからもう UFC 行かせるんだと、僕はヒルレモの時言ってました、うん、でも UFC 行ったら行ったらこんな練習してるんですね、KO してますからね、いやそう考えたら相手もすごい、コリアンジョンでしょ、ドンジョンもみんなすごい、でもすごいだけど、やっぱりチェルゴって心に残るような試合残すんだよ、やっぱすごい、わ、ね、かります、うーん、そう、まあもちろん性格とか言ったら全然どういうのがいいんだよ、うん、でもすごいよ、うん、まあ、もう、そうで
そういうふうになれたように頑張りますので、ね、はい、まあでも本当にあのその時は龍太君のね、さくらさんの仕事があったり、ああ、そうですね、木田でね、なんか人気でありましたね。今はもうすごいカード組んでたんですよ。そう、うん、もうみんな最後まで見ていきましたから、僕1試合目だったんですけど、はい、そうだね、これも多分、ね、すごくすごい詰まってますね、うん、いい大会になるんじゃないかなと思うんですね。まあ平日なんですね、はい、まあ7時ぐらいについても全然見えるんでね、うん、全く立ち回るし、はい、と思いますけどね。まあ今後の抱負を、今後の抱負はやっぱり今後は、まあ、チャレンジですよね、なんでも、うんうん、まあヘビー級少ないんで、じゃあシングルジャンプを倒す、ね、まあそうですね、はい、まあぜひそれ、うん、チームは心ぐらいかけちゃう、はい、いや僕は大丈夫ですか、うん、あのチームシングハートジャンプ、ハートチームそうそうそう、まあちょっとシングもね、そうは言いながら、あの、はい、この間名古屋でもね、あの岡の男といい試合してますかね。はい、あの岡の男かっこいい、そうなんです、いい試合してますかね、うん、ちょっと大晦日の時ちょっと俺も恥ずかしく見ようかと思ったの、いやいや、そうそう、やられた瞬間ちょっと隠れようかなと思って、まあ身体能力ありますかね。マークハントと試合をしてください。それは難しいですけどね。ファンに一言、ファンに一言はもうぜひまた試合やったら見に来てほしいですね、はい、どんな安いチケットでも何でもいいんで、そうですね、まあとにかく最後コメントは、あ、僕は、あ、早く別れてくれると思います。何ですか？お前にはもったいないと思う、うん、いう話で最後締めます、ね、はい、あと何秒ぐらいですね。あと30秒ほど、30秒ですね、30秒、あっという間でしたね、1時間あっという間、面白かったです、うん、そうか、ちゃんと練習するよ、はい、大丈夫です、うん、それも言われちゃう、映ってんだよ、30分、うん、